こんばんは。さくらくんの部屋行けた気がするな。あったあった。はい、あれ？お金貸してんの？大神だけど、さくらくん、いいかな？どうぞ、ドアは開いてますから。それじゃあ、失礼します。ん？どうしたんだい、さくらくん。あ、これまだミニゲームじゃねえか。浮かない顔して。あ、今夜台風が来るそうですね。もしかして、雷が鳴るんじゃないかって心配なんです。まあ、さくらくん、雷苦手なんでね。まあ、なんでかっていうのは、まあ、ワンを見てればわかるわけですけどね。そうか、さくらくん、雷が苦手だったね。だいぶ慣れたんですけど、私まだちょっと怖いんです。やべえ、何これ何これ。あ、よかったら夜見に来ようか。本当ですか？でもご迷惑じゃ。いや、夜の見回りのついでだし別にいいよ。ありがとうございます。それじゃあお願いします。雷のことを考えると台本読みにも気が入らなかったんですけど、これでやっと気を入れて台本を読めそうです。お役に立ててよかったよ。それじゃあ俺はそろそろ行くから。ウェー、はい、ありがとうございました。はいはいはい、これでじゃあ夜は 見回りね。さて、他の部屋に行ってみるか。これ違うな。これミニゲームじゃなくて連載イベントだな。で、次が遊戯室かな。あ、いたいた。お、マリアじゃないか。またビリヤード教えてもらおうかな。ええ、そのつもりでお待ちしてました。それじゃあ早速始めましょうか。おう。ところで隊長、レニのことですが、さっきの舞台もそうですが、ここしばらくの戦闘でも様子が変ですね。気づいていたのか。さすがはマリアだな。あの子は少し昔の私に似ていますから。他人を信じようとせずに戦いに明け暮れていたあの時の私に。まあそうか、クワッサリー時代ね。マリア、さあ隊長の番です。ここは勝負どころですよ。どうしますか？思い切って狙う。よし、ここは勝負だ。無理かもしれないが、思い切って狙ってみる。あーはー、届かなかったか。では、私の番ですね。あー、負けちゃったか。今のが届いていればな。今は届かなくても、隊長ならいつかきっとできるはずです。おお、めっちゃ上がる。レニの心も同じです。隊長の思いが届く日がいつの日かきっと来ますよ。マリア。いやー、優しいマリアだな。あと一歩のところで間違ったな。でも、先日に比べて確実に上手くなっていますね。隊長ならそのうちに私にも勝つことができますよ。ありがとう、マリア。また今度相手をしてくれるかい？ええ、喜んで。では、私は用事があるので、これで失礼します。優しいんだよ、マリアはもう。マリアに勝てる日か。本当に、そんな日が来るのかな。でも、マリアに言われると、なんか、
自信が湧いてくるな。いやー頼りになるわ。一番ちゃんとしてるわ。そしたら今何分これ？15分か。余裕はまだあるな。ちょ、レニンとこ終わったら終わったりすんのかな。大丈夫かなこれ。あ、違う、売店。売店忘れ。危ねえ。つぼみちゃんがいる売店行かなきゃ。いたー。あ、大神さん、いらっしゃいませ。いや、つぼみちゃん。事務局にはちゃんと来たかい。はい、おかげさまでなんとかたどり着きました。大神さん、せっかくだからブロマイド買っていってください。じゃあ買うか。それじゃあブロマイドをもらおうかな。マイドありですっつって。え、俺誰買ってないの俺。まあ、レニー会だからレニー買うか。それはレニーさんのブロマイドです。今月の青い鳥、いよいよレニーさんの主演ですね。もう楽しみで楽しみで初公演の日が待ちきれませんね。はい、じゃあレニーのとこ行ったら終わる。それやばいね。レニーさんのブロマイド50銭です。どうも、マイドありです。ちょっと話すか、思い出作りに。どうだいつぼみちゃん、売店の仕事は。いきなり失敗しちゃいましたね。最初のお客さんからお題をもらい忘れて追いかけちゃいました。お題をもらい忘れた、それはすごいな。すごいでしょ。自慢できることじゃないと思うが。OK。それじゃあ、そろそろ行くよ。お仕事、頑張ってね。毎度ありがとうございます。また来てください。30分にカンナスタートだから、まだ時間あんだよな、多分な。どこ行こうかな、誰かいるかな。アイリスのとことか行こうかな。コーラのブロマイドが一番エロい。どこ行くかな。アイリスいるかな、いないかな。バラ組とか行ってもいいけど。アイリス部屋にいるかな。あ、いね。あ、いないんだ。まあいいや。とりあえずこれで時間を過ぎた。じゃあ、玄関ってもう行けんのかな？まだかな？玄関のやつってまだダメかな？ああ、まだか。少しずつ風が強くなってきているようだ。台風が来るのは夜中前だったっけな。十分気をつけないとな。で、30分になる。で、ここで、ま、館内行くか。食堂ね。よう、隊長。カンナ待ってたぜ隊長。食い比べ競争、そろそろ決着をつけようか。もちろん受けて立つぞ。今日こそカンナに勝ってみせる。へへ、そう来なくちゃ。よし、気合が入ってきたぜ。ルールはいつも通り、3人前を相手より先に食べ終わった方の勝ちだ。おかずはラフテーっていう沖縄料理だ。豚の角煮みたいなものさ。ラフテーうまいよね、沖縄料理行ったら必ず食う、ね、それじゃあいよいよ勝負開始だ。行くぜ隊長。やべやべやべ、あ、間違えた、ご飯から行っちゃった。ラフテー行こう。早いな。
これ順番あんのかな。お茶。いや本来おかずから来てんだよ。ラフってご飯お茶3人前目いくぞ。これラフってあれで順番いけるの。うわこれなんか意味あんのかな。順番ってご飯お茶終わった。よーし3人前食べ終わったぞ。どうだ噛んだ。こっちもたった今3人前食べ終わったぜ。おえそれじゃあどうやら引き分けだな。えもっと上あったのかな。もうダメだ腹いっぱいで動けない。あたいもさ、隊長がここまでやるなんて思わなかったよ。隊長。ん？なんだい、カンナ。ありがとうよ。あたいにここまで付き合ってくれて。実はさ、あたい、もうじき誕生日なんだ。あ、そうだっけ？一つ大きくなる前に、いい思い出ができたよ。カンナ。それじゃ隊長、あたいそろそろ行くぜ。結局カンナには勝てなかったな。でも隊長は3ヶ月でここまで来たんだ。大したもんさ。じゃあな隊長、また今度一緒に飯を食おうな。カンナ、カンナ、あ、カンナが作ってんだ。やっぱカンナの沖縄料理またいつか食べられるといいな。ソースそば食いてー、ソースそば食いてーな。地元が福岡だとさ、修学旅行で、中学生かな、修学旅行で沖縄なんだよね。で、その時に初めて沖縄行ったけど、ソーツそばは食ったね。どこ行こっかな。そしたら、すみれ連載行くか。この後玄関かな、もしかしたら。という日じゃなかったサロン。危ない。もうミスれない。時間がない。お、すみれくんじゃないか。あら、少尉。よかったらミルクティーを飲んでいきませんこと。そうか。それじゃあせっかくだから一杯もらおうかな。なんかまた言われるんだ、これ。なんか変なクイズみたいな。それでは私が美味しいミルクティーを入れて差し上げますわ。あれ？ミルクから先にカップに注ぐのかい？ええ、そうですね。なぜだかわかります？え、わかんない、わかんない。ひょっとして紅茶の風味が濁るからとか？え、何？違うんだ。なるほど。そういう考え方もありますわ。そう言って、正解は何なんだね。あ、癖なの？おほほほ。ごめんなさい、少尉。単に私の癖ですね。あえて理由をつけるなら、ミルクの量がわかりやすい、ということかしら。ああ。なんだ。やれやれ。これは一本取られたな。さあ、少尉、ミルクティー召し上がれ。ありがとう。それじゃあ、いただきます。ごちそうさま。美味しかったよ。少尉も、たまには落ち着いてお茶をたしなまれればいいのに。何しろ、いろいろと忙しいからね。それじゃあ、俺は行くよ。ミルクティー、ごちそうさま。ごきげんよう、少尉。なんかさ、最近あんま紅茶を飲む機会もなくなってて、
ていうのはさ、なんか大概コーヒーか紅茶どっちにしますかってさ、なんか飯食うとき食後のやつで聞かれるから、なんかもうコーヒーって答えちゃうんだよね。なんかもう決まったかのように。だからあんま紅茶をねあえて飲むみたいなことはないんだよな。だミルクティーとかも俺ずいぶん飲んでないもん。なんかちょっと待って、一旦更衣室、一旦更衣室。逃げの用意しとこう。あれ今は誰も風呂に入ってないようだな。あれダメなんだこれ。あれなんかちょいちょいおかしいな。いや待てよ、なんかずれてんのか時間が。玄関行こう。あ、マリアいた。あ、これか。あ、隊長マリア、どっか出かけるのかい。ええ、台風に備えてろうそくなどそこまで買いに行くところです。よし、よかったら一緒について行こうか。本当ですか。ただの買い出しですよ。台風が来る前に帝都の散歩というのも悪くないじゃないか。そうですね。それでは行きましょうか。マッチ、ろうそく、買うべきものはすべて買ったな。ええ、さあそろそろ定時に帰りま。これだな、この後に風呂だな。わかったぞ、意味がわかった。雨が降ってきたようですね。本当だ、しかもこれは結構強い雨になりそうだぞ。とりあえずそこの軒先で雨宿りしよう。これの後だね、絶対。参ったな、ずいぶん風も強いぞ。俺傘は持ってこなかったし、どうしたものかな。しかしいつまでこれこうしているわけにもいきませんし。隊長、少し無理をしてでも定時に帰りましょう。しかしこの雨と風だぞ。傘なら持ってます、ただし一本だけですが。確かにここで足止めされていてもしょうがないな。せっかくのあやい傘なのに大変な雨と風だけど、頑張ろうマリア。ははい。まあ急にあやい傘とか言われたらちょっとははいっていう気持ちもわかる。さあ、おっ、一回練習しよっか。連打？あ、連打移動なんだこれ。水たまりに入っちゃいけないってことね。流れる景色さえ。あ、これ風か。あー、この調整で耐えるやつね。急ぎましょう。生きてる喜び。うおー、おーしゃー。結構地味だな、地味に難しいやつだな。隊長、それではお願いします。そんなスピード感ないから、なんかしっかり狙えばいけそうな気がする、ね、ちょい右寄りにしとくか。どれぐらいの判定で食らってんのかよくわかんないよね。なんかその急ぎましょう。いや急ぐもクソも別にないでしょ、ね、これ。
あさじ加減ね、微妙なさじ加減。大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。あー抜けた直後が一番怖いわ。大丈夫。あぶね、うまくない。あーもう流されてる。うわこれきついな。嫌な天気ですね。え、どうよ、いけてんじゃないこれ。あー流される。細くなってきたなこれ。天気ですね。え、どっちよこれ。あっ、いてる、いてる。うわむずい方来たかこれ、もしかして。あぶぶぶ。あーあ、たる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 。あーいかんいかん、急ぎましょう。お、急にこのダーっていう。あーちゃぶちゃぶしちゃぶちゃぶしちゃった。え、そんなでしょこれ。どうよ。大変な雨でしたね。あの雨に感謝したい気分です。ウェイ、これ多分最高評価、最高評価っていうかそこそこいい評価のはず。アクション。ああやれやれ、なんとか大事にたどり着いたな。マリア大丈夫かい。ええ、隊長のおかげでほとんど濡れずに済みました。隊長こそ私をかばってずいぶん濡れてしまったようですけど。これくらい何でもないさ、気にするなよマリア。隊長ありがとうございます。それじゃあ隊長お疲れ様でした。マリアこそお疲れ様、風邪をひかないようにね。ありがとうございます。では私はこれで失礼します。あーよかった、ミニゲームね、いい感じに出てるね。ありがとうございます、よかった。服もだいぶ乾いてきたし、俺もそろそろ行くか。更衣室だろ、更衣室だろ、分かってるぞ。今濡れちゃったから一旦風呂入ってんだろ。抜かりはないぞ。ここだ、フラグは立っていた。はい、あれ誰か風呂に入っているようだな。これは確かマリアが着ていた服だ。ということは今風呂の中にはマリアが。いかん、体が勝手に風呂場の中に。これはちょっと逃げ方考えんとかないと、もう頭の中で組み感がちょっとこうなんか組み合わせ考えんとかないとやばいやばい。マリア、さっきの買い出しで濡れちゃったしな。ちょっとどうやって逃げる。しかもちょっと時間が経たないとこの煙の関係で見えないっていうね、いまいち。もう9月だし体も冷えちゃっただろう。いかん、俺までくしゃみが出そうになってきた。いや耐えろ耐えろ耐えろ。いやこんなん押すやつおんのか。なんとかくしゃみは収まったようだ。今のうちに早く外に出よう。
はあ、やれやれ、なんとか命拾いしたな。あんなところをマリアに見つかったらただでは済まないからな。おいあぶねえ。一応バラ組行くかな。なんとなくバラ組の部屋。これは、それにすごいバラの匂い。あら大神さん、いらっしゃい。本当に来てくれたんですね。嬉しいです。さあ一郎ちゃん、遠慮しないでいいのよ。さあ中に入って。は、はあ。ところで皆さんここで何をしてらっしゃるんですか。大神さん、バラの棘は何のために存在するかご存知？バラの棘か。身を守るためですか？ええ、その通り。バラの棘は大事なものを守るための武器よ。もっとも私たちが守るのものは自分の身ではないけど、だとすると、一体何を？それは、秘密。それより一郎ちゃん、私たちといいことして遊びましょうよ。いえ、結構です。俺もそろそろ失礼しますから。あら、残念ね。また、いつでも遊びに来てね。お待ちしてますから。はあ、では失礼します。なんだか体中にバラの匂いが染みついたような気がする。それにしても突然あんな部屋ができるとは。お、時間だ。もうこんな時間か。いい加減レニの部屋に行ってみるか。レニとも話をしてみないとな。